はい、今日は皆さん頑張るぞ。せーの。はい、お願いします。とにかく元気があれば何でもできるということで、皆さんお元気ですか？各地自由に自分の速度で、そして楽しく、どちらかというと景色を楽しんでいただきたいと思っております。埼玉県から来ました。初めてです。今日は特に紅葉が綺麗で楽しかった、ね、川沿いの道はすごく気持ちが良かったです。なんだろう、トマトが美味しい。ああ、美味しいよね、うん、ビッチトマト。ビッチ好きがイタリア語で自転車で、友は日本語の友達で自転車と思ってですから、誰でも自転車が好きな人だったらどうぞ来てください。景色がいい、ね、自然の中を走れる、そうだね。で交通量も少ないです。四季折々で楽しいです。南郷トマト温泉。あとは、ね、こうアクセスがいいよね。その例えば小手なんかも準優勝サバプロ選手ならば。おめでとうございます。今、写真を撮っていただきますね。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞ、こちらにもお受け取りください。もう一丁入って。